事実上国のトップを決める自民党の総裁選挙が来月に予定されています。岸田総理大臣が地固めを始める一方で、ポスト岸田と目される議員たちが続々と動きを活発化させています。5日昼過ぎ、自民党本部に続々と集まる議員たち。自民党が変わる、自民党を変える、そういった新しい決意にふさわしい公正、公平な総裁選挙を立派に進めてまいりたいと存じます。自民党の総裁選に向け、選挙管理委員会のメンバー11人が集まった初めての会合。今後の日程などについて協議しました。総裁選の日程は9月下旬を予定していますが、党内からは候補者が政策を訴える期間を長くすべきとの声も上がっています。選挙管理委員会では次回20日の会合で日程を決定する見通しです。ポスト岸田として国民からの人気が高い自民党の石破元幹事長、先月行ったテレビ東京の世論調査でも次の自民党総裁にふさわしい人物の項目でトップになっています。その石破氏が先月30日テレビ東京の取材に総裁選への立候補について近く判断する考えを示しました。いつまでもずるずる引き延ばすみたいなことはあまりいいことだと私は思っていないので、出るとすればね。また岸田政権が進めてきた経済政策については賃上げの効果が不十分だとの認識を示しました。コストカット型の経営、労働者と下請けにしわ寄せがいくというような形の経済構造そのものを変えていかないと、物価上昇を上回る賃金上昇って実現しないですね。日本の国の経営の在り方、労働者に対する分配の在り方、それを見直していくかってことがまず先だと私は思いますよね。関係者によりますと、石破氏は8月中にも自身の政策などをまとめた書籍を出版する方向で調整していることがテレビ東京の取材で分かりました。石破氏がどのような政策を描いているのか話題を呼びそうです。世論調査ではトップを走る石破氏ですが、課題となるのは国会議員からの支持です。石破氏は鳥取・島根選出の国会議員を中心に支持を広げたい考えですが、石破氏に近い議員は20人の推薦人が集まるか本当に見通しが立っていないとこぼすなど、立候補の足場を固めることができるか不透明な状況です。一方、ポスト岸田に意欲をにじませている自民党ナンバー2の茂木幹事長、7月末から8月4日までフィリピンなど ASEAN4 カ国を歴訪、2日にはフィリピンのマルコス大統領と会談しました。経済協力や安全保障分野について通訳を通さずに2人きりで意見を交わすなど、総理に必要とされる外交力の高さをアピールしました。また翌日にはフィリピンで農業の DX 化を支援している自動車部品メーカーのデンソーを視察、自動車部品で培ったノウハウを生かした農業の栄養管理システムを見た茂木氏、いずれはこうした日本の技術をトップセールスで各国に売り込みたい考えです。まあ、日本の技術を生かして食料の生産性が低いと、こういうのはまあ解決する。しかもこれもその超ハイテクじゃなくて、この地域っていうか国で使えるような技術を提供してっていうのは素晴らしいなと思います。視察後、茂木氏はマニラでテレビ東京などの取材に応じ、総裁選の立候補表明の時期については夏の間に考えると述べるにとどまりました。政権運営、相当厳しいものになると、まあ、こういうふうに考えております。また政策の優先順位と、これもよくよく考えないと今の難局、乗り切っていくことはできないんではないかなと思っております。こうしたことも含めですね、この夏によく考えてみたいと思います。その上で茂木氏は次の総裁に求められる資質について、改革を実行する力が必要だと強調しました。今、日本はこれまでにない最も困難な、内外のですね課題に直面をしていて、リーダーが担う責務、これは極めて重く厳しいものになる。今、これからの日本のリーダーにですね求められる資質、
チームをですね、まとめて、そして改革を大胆に実行する、こういった実行力だと思っております。総裁選への意欲をにじませている茂木氏ですが、立候補に向けた足場は徐々に固まりつつあります。自身が率いる派閥、平成研究会の若手議員をはじめ、ASEAN の外遊に同行した梶山幹事長代行が茂木氏の支援を明らかにしています。まず梶山さんもそうですし、それから今政策グループというか、同じグループの仲間もそうなんですけれど、一緒に仕事をしてきた一番近くで、見てきた人たちが、評価をしてくれる、応援をしたい、こう思ってもらえるのは何より嬉しいな。ただ課題となるのはチームメイトです。テレビ東京の世論調査では、次の総裁にふさわしい人物として石破氏が 24% に対し、茂木氏はわずか 1%。 最近インターネット番組などでの露出を増やしている茂木氏ですが、あと1ヶ月でどこまで地方の党員まで支持を広げるかが課題となりそうです。一方、総裁選に向けて主張を転換したのが河野デジタル大臣です。河野氏は先週、東海第二原発や次世代のエネルギーとして注目される核融合の実験施設を見学。視察後、記者団に対し、生成 AI あるいはデータセンター、 EV その他いろいろなこの電力需要の増加を考えると、原発の再稼働、再生可能エネルギーから、それこそ核融合に至るまで、とりあえずはいろんなところに貼っておいて、最終的に当たったものから回収していくということになるんだろうと思います。これまで脱原発を持論としてきた河野氏、こうした姿勢に党内からは警戒する声も。しかしこの日は、原発の再稼働や新設、核燃料サイクルといった選択肢も排除しない考えを示しました。脱原発からの事実上の転換とも取れる姿勢に、ある閣僚経験者からは評価する声も出ました。河野のイメージが変わった、意外と人の意見を聞く素直な人だ、総理になるために努力しているんだな。脱原発からのイメージ払拭に努める背景には、所属する派閥の会長である麻生副総裁の存在があります。河野氏はここ最近で2度麻生氏と会食しています。関係者によると、麻生氏からの明確な指示を取り付けられてはいないとのことですが、河野氏としては派閥からの指示を得た上で出馬したい考えです。このほか総裁選には、小泉進次郎元環境大臣、小林鷹之前経済安全保障担当大臣、高市早苗経済安全保障担当大臣も総裁選の立候補を模索しています。こうしたポスト岸田の動きが活発になる中、岸田総理大臣も森山総務会長や林官房長官など政経幹部と相次いで会食し、総裁選の動向について意見を交わしました。岸田総理に近い自民党幹部の一人は、政策の実績は十分で再選を目指すべきだと岸田総理を支援する意向です。未だ進退を明らかにしていない岸田総理大臣ですが、8月中にも自身の進退に言及するとの見方も出ており、岸田総理の表明をきっかけに各候補が続々と名乗りを上げるとみられます。